じゃん。ずっとゴロゴロしてたのでなんとなくメイクをしてみました。あー、放送流れてる？流れてない？今5時だから流れるか。そりゃでも1から7話くらいまではもうあのアニメでやってるとこと同じだったので。そうなんですよ。だからちょっと飛ばしちゃったんですけど、飛ばして良かったものだと思いますか？どう思う？でもやっぱこう見てるとやっぱアニメで見たくなるわ。漫画読んでると、そう、もうなんか7話くらいまで見て読んで、そう、7話くらいまではだってアニメで全部見てたから、なんかそう、なんかそのアニメ、まあアニメでやってないとこを読んでると、あ、やっぱテレビで見たいって思いました。すごい、そうなのよ。そう、なんかね、やっぱ戦ってるシーンとかが一番それを求めてるね。なんか何、もちろん丁寧に書いてくださってるんだけど、どうなってるかがよく分かんないなって漫画だと。私そういうなんか少年漫画を読んだことがなかったから、そう、少女漫画ってそんなアクションとかないからさ、なんかあー、だからこうアニメにするんだなってのが今日分かりました。迫力がね、やっぱ欲しくなるね。でも漫画でもドキドキしちゃう鬼滅ってすごいなって思った。ドキドキしちゃう。うん、展開がどうなるんだろうってのがね。今だから11話。だから2から、うん、1から7くらいは全部さらっと通して見たくらいなので、そう、アニメで見てたから。さすがに昨日で全巻見終わるのは無理でした。でも漫画を久しぶりに読んだから読む速度が遅くなってる気もしました。あとやっぱね、難しい、鬼滅って難しい言葉とか知らない言葉いっぱい出てくるから難しい。アニメはね1日で見終わったんだけど、ちょっと漫画はちょっと1日で見終わることは無理でした。そうなんだよね、理解するのに時間がかかる、かかる。いやでも言うて昨日は2時間くらいしか読んでないかもしれない。眠くなっちゃったから23巻までだからって。本当私多分最高で10巻とかしか読んだことがないから、すごいね、長く感じてる。久しぶりに髪巻いてる。自分で固定でやればよかった。
でも今日暗いね。本当に雨降りそう。降るんだろうけど雨が降りそうな。もう美容室に行きたいんだけどなかなか時間が空いてなくて行けるか分かんなくなってきて、もうなんなら自分で染めようかと思ってるくらいです。今ダメか、明日ダメか。久しぶりの雨です。寒い、冬の雨って寒いからやだ。好きな人いないだろうけど、なんか自分で染めようかなと思ってきちゃった。どう思いますか？雨好き？嘘？本当に？寒いじゃん冬の雨。濡れただけで寒くなる。変装だけど、いやー全然染め慣れてる。しかも短いし髪の毛、今まで長かったから染めるの大変だったけど短いからな。さっき髪結ぶのにハマってるかもしれないなんでかって髪を伸ばしたいんだよ。この長さが私一番嫌い。髪の毛の、伸びるか伸びないかの微妙な伸びてる感じ、嫌い。めっちゃ画面だとなんか茶色く見えるけどこんな茶色くないよ多分。なんかめっちゃ茶色く見えるけどこんな茶色くない。自然光がこんくらい明るいのか。でも愛媛行くまでには絶対染めたい。いや、指定はないけど染めてから行きたい。久
リカの鼻だったら気になっちゃう。うわ、そうやってディスってる。コンプレックスだからいじるのやめてもらっていいですか。分かってんのよ、自分の鼻やって。失礼な、本当に失礼な。結んでみた。いや、鼻はでも褒められても嬉しくないですね。あのコンプレックスなので変にお世辞もいらない。鼻はそう、鼻にお世辞はいらんのです。取りすぎたかも。もういいか。皆さん鬼滅アニメ何話が好きとかありますか。アニメじゃないな、漫画。何話が好きとかありますか。何話が一番面白いとか気になる。ありますか。最後の方、いや、そりゃそりゃ当たり前。最後の方は当たり前。うん、やっぱ最後らへんなんだ。でもそっか、じゃあ最後らへんを楽しみに見ますね。最終。あ、でもこのダキが出てくるとこは伊之助すごい良かった。やめろ、柱がなくなるところって言うな、言うな言うな、ネタバレするなネタバレするな。私は今宇髄さんがどうなるか気になってます。宇髄さんがどうなるのか、宇髄さんがどうなるか私知らなくて、今宇髄さんが戦ってるとこまで見てます。最初は多分びっくりするよ。びっくりするかな。でもなんか答えが表紙に書いてあるってみんな言うから、どうなるんだろうって私はちょっと気になってるけど。あと炭治郎がどうなるんだろうって。ねえ、ネタバレしないで、本当にネタバレしないで、本当にネタバレしないで、やめてよ、もうひどい、楽しみなくなる。ねえ、音柱でも面白いよね、今見てるけど。これ何の音、いつも思うけど。本当にネタバレしないで、最低、本当に最低だな。900。違うよ、聞いてないよ。今は宇髄さんのとこ見てるってどうなるか楽しみって話してたよ、聞いてない。20ずっと鳴ってるよ。
ヒートテック見てんじゃん。早く読みます。よし、メイクは完成かな。雨やだな。ね、宇津井さんにお嫁さんがたくさんいることも私何も知らなくて、宇津井さんのことをこの今知ったからどういう人かって、まあそりゃそうか、漫画で知るもんだから。そうなのよ。だから今煉獄さんと宇津井さんのことは詳しくなりました。煉獄杏寿郎と宇津井天元さん、あとフルネームを覚えてきました。でも私全然まだ柱について知らないから、ここからですね。でも推し増えそう、このままいったら推し増えそう。でもやっぱ、まあ、でもアニメ見たいって思った。映画は計3回見ましたよ。私まだアニメでしか見てないから、推しがしのぶさん、かなおさん、ねずこなんだけど、今はちょうど11話ですね。ここも見始めるっていう。今さ、スカイツリーでさ、鬼滅コラボしてるじゃんか。行きたい行きたい。そう、でもほんと少年漫画を初めて読んだから、迫力すごい。確かにそう、残酷なシーンがあるからさ。でもアニメで見るとやっぱ心苦しくなるけど、漫画だったらなんかまだ私はそんなアニメよりドキドキしない。それはいい。でも今なかなかね、全然話分かってないから。猪之助は好きですよ、すごい熱心でいいですよね。
でもね、なんか私の知らない感じがいっぱい出てくるの。鬼滅、なんか難しい。私はアニメを見て鬼滅が面白いって思って気になって、そうでもアニメで知ろうとするとめっちゃ時間かかるよって。だから漫画を見たくて。そうでも難しいことがいっぱいある。だからこれ漫画読んでアニメ見たらすごいなんか理解できそう。鬼滅は私3回くらい見ないと理解できないです。だからアニメも3回くらい見た。もう迫力ありすぎてどうなってるか分かんない。でもアニメ漫画だと何がどうなってるんだろうって、こう見ないと分かんない。進撃の巨人ね、ほんと誰かが見させてくれないとずっと見ない気がする。怖いと言いそう、鬼滅ですら怖いからね。でも私も一人めっちゃ仲いい友達がいるんですけど、その子を鬼滅ハマらせました結構頻繁にお泊まりするんですけど、もう鬼滅の話30分に1回は出る鬼滅で無惨推しっていつも言うんだけどで、なんか私がハロウィンのコスプレ何がいいと思うみたいな人は、キムサジムサしかいないでしょみたいになってマニアックすぎるって言ったら、そうでもキムサジムサのコスプレしてる人いて、ハロウィンにいるんだって。呪術廻戦か、これしかわかんない。もうそもそもアニメにハマるっていうことがないから、鬼滅で精一杯かもしれない。時代遅れじゃん、だってもう。だってみんなはさ、鬼滅本当に好きな人はもうさ話してるわけなのに、私今まだ11話だからね。ね、そう、鬼滅寺さんが私見た目変わるってのが、それも絶対なんか理由あるじゃん。そこがまだ今気になってる。かっこいいよね、かっこいいというか綺麗な顔してる。ね、もうど漫画見た方どれくらいいます？鬼滅、多分私鬼滅の話しかできないアニメ、あとは少女漫画しか見てないので、アンパンマンとかしか見ない。かわいい、ちょっと上がっちゃった。
悲しい日になっちゃきちゃった。最後まで見たよ。そっか。いやね、カナオ可愛いよね。私はでも女の子、少女漫画が好きだからか分かんないけど、すごい炭治郎が頑張ってても禰豆子の方が好きな好きなんですよ。炭治郎も好きなんだけど、そう、禰豆子とか忍さん、加納さんが好きです。でも恋柱の方もちょっと気になってて、まだそこまで行ってないからだけど、もうこれさ、気になりすぎて終わんないんだよね、ずっと漫画って。こう見てると、わかります？でもさ、ごめんね、これさ、これめちゃアニメで見たい早く急に。でもさ、ダキって人気だよね。ダキって人気ですよね。ダキのこのダキのこの片割れは人気ですか？この人の名前なんて言うんだろう。ダキのこの片割れは人気ですか？すごい、ダキが人気なのは知ってるのよ。あ、これ漫画見てない人何も言えないから、ちょっと牛太郎、牛太郎さんだっけね。ダキの声優さんもいいって言ってたよね。なんか人気な方なんだっけ。そう、楽しみだね。ね、遊郭編楽しみだね。私今ちょうどほんと遊郭編見てるから、藤子ちゃん、あれ、ルパンの人、そうなんだ。峰藤子ちゃん、私はルパンとコナンの映画がめっちゃ好きで、映画館とか見に行ってたから、そんながっつり好きって感じじゃないけど、映画を見に行ってました。コナンの映画、私はカラクレナイのラブレターが一番好きです。でも姉も好きだった、この前のやつ、シンガポールのやつも好きだった。
私は怪盗キッドが好きなんですね。そうだから怪盗キッドが出てる映画は絶対もう見に行きます。でも服部平次も好きなので、同じ服部そう服部平次も好きなので、なんかあんまり昔のもの見れなくて、もうこれは好きになるわ、これはごめんなさい、善逸好きになるわ。でも私はこれアニメで見たら本当に善逸好きになっちゃいそう。これあとはみんな強くなってきてるねっていうのがもう嬉しい。忙しい、でも頑張れ。確かに。ギャップだね、このでも私は結構中身が乙女だから男性ってめっちゃ楽しいね、こういうの、こういう漫画がいっぱいあるんだもんね。だってこういう漫画めっちゃ楽しいね。いや少女漫画も少女漫画で好きなんだけど、なんか楽しいけど、ここまでに来るのに私は時間がかかるから、やっと鬼滅にたどり着いたって感じ。ね、確かワンピースとかもだってワンピースめっちゃあるでしょ。なんかもう本当私ワンピースの話とかも知らないから、本当に少年漫画わかんないんだけど、100巻ってアニメは100、やば、そうなんだ、それはやばい、100はやばい。この牛太郎とダキはもう本当にセットなんですか？2人とも上限のなんだ6ですか？これはごめんなさい、ちょっとネタバレ含んでるかもしれないんだけど、
1000話アニメ1000話やばい、すごい、100話じゃないのか、1000話やばい、これがネタバレ、私の聞いてることが今ネタバレになっちゃう、てかみんな星なんだしネタバレって星になる、あ、じゃあまだまだ私は今聞かない方が良かったんだね、もう聞いてないじゃん、ここからだよね、ここからここから、おお、からの、おお、ってグロいよね、グロい、読むの早いし、私このグロさどう映画化する、映像化するの、え、結構今までもできてないグロかったの、でも漫画とほぼ一緒、漫画とほぼ一緒な気がする、え、文字読んでる、文字読んでる、漫画読むの早いの、かわいい、ゆずちゃんかわいい、
どこまで読んだかちょっと時代高い理解時間がかかるんだ。そうだからいっぱい読んでるよ。とりあえず一通り読んでまた読む。でも理解はできてるよ今のところ。簡単な理解は。でも私アニメでも理解ができないから、アニメはいつも3回くらい見て鬼滅はね。ここから今からダキの話だ。ダキの話だ。いやそう、こうやってお家でまったり漫画を読む時間がすごいいいなと思って、だから昨日はこのソファーでこうやって読んでたんですよ。ちょっと2時間くらいで布団に行って見て、あ眠いなと思って寝ました。いい時間でした。クッション買いたいんだよねって言っても、もう愛媛に行くからそういらないんだけど、私こう漫画は一気に見たい派なんですよ。そうなんか、だからここの何日間かで。赤座さん見ますよ。赤座さんどこまで行ったっけ、アニメテレビ無限列車編。岡田さんね、そう待つのが辛くて、だから私はちょうど漫画アニメを全部見て、ちょうど無限列車編がやってたから一気にバッて見られたけど、そ
ぱここまでもう読んじゃったら全部一気にしたい。赤座さんもだって、あ、今日は赤座出てくる？もうそこまでいった。もう終わるよ。11話がもう終わる。ドキドキする。でも漫画でもドキドキするんだもん。アニメなんかもうもっと慎重にやれ。これ誰だっけ、これ誰だっけ、これ誰、これ誰、これこれ誰、誰か出てきた、誰が出てきた。11巻。この人めっちゃ年違うわ。違った、誰が出てきた。包帯巻いてる蛇の人、誰？
待って、やばいやばい、あー、なんかなんかやばいぞなんかやばいぞ、親方様が、よかったよかった、なんかこれが入ってた、うずいさん、炭治郎、いぬすけ、ジーンズ、なんかいいですね、感想どうぞ。おーって感じです、よかった、おー、でもこっからまだまだあるんだなっていう、まだまだ先は長いですねっていう感じ、理解できてる、ネタバレになっちゃうから言えないだけで、そう、リサちゃんがショールームしてる、かわいい、ね、もう折り返しだね、そうでもやっぱアニメ見てたからずっと時間短縮できたっていうのもあるけど、そうやってゆっくり見る時間が好きですね、今部屋も掃除しないと、そうなんですよ、どの間で泣くんだろう、最終話は絶対泣きそうだけどね、でも友達はそのいろいろ気になって調べちゃって、もうなんかオチが分かっ、なんかそう話分かっちゃってるらしくて、もだからどう終わるかも知ってるんですよ私より先に知ってるの、やばい気になっちゃう、見たい、香水振ろう、ちょっと香水振ります、うん、いい匂い、うん、いい匂い、これ時間が経ってからがめっちゃいい匂いなんだよね、配信中に、あ、コースターも一個入ってる、え、一緒のコースター、じゃあ12巻も読みます読みながら話しますね、いや、ずっと気になってるのはやっぱあれだね、禰豆子が誰に、禰豆子、炭治郎の家族が誰に殺されたのか、なんで殺されたのか、まあそれはきっとわかるよね、でそれわかるよね、きっとわかりますよね、
音読しちゃダメだよダメだよ。わかります。あの方です。いや、うん、それも楽しみに待っておく。すごい。いろいろ。これさ、ごめんね、1から順が1が一番強いってこと？鬼上限とか下限とかあるけど、数字の順番ってこと？1が強くて2がその次で3がその次でって感じですか？それすらも分かってない。ブドンサバが変わってる。まあそうです。すごい、みんな詳しいね、うん、みんな詳しい。難しい難しい。奥が深いね、この鬼が深い。
今はね赤座鬼がいっぱいいる、上限の鬼が。ねえ、これもネタバレ、これもネタバレなんだけどやめてくれ。終わろうかな、ゆっくり鬼滅を読みます。また夜できそうだったらしますね。今日の目標なんかまで20話いきたい。20話読みます。今から頑張ります。ランキング読みます。13位ユーアットマーク特選アンニョムナトリドン、あさって楽しみさん。12位カメマルさん。11位香港のケーキアットマーク、7レンジアットマークナトリドンさん。10位テンさん。9位おまめやっとマーク道民さん。8位まじばなちゃん。7位茨城のだいまっとマークなとりどんさん。6位ゆうきさん。5位中山フェスタさん。4位マイキやっとマーク今日も超かわいい、この後お仕事を稽古がんばさん。3位元気かっとマークなとりどんさん。2位カメさん。1位がみーたんとマークゆうちゃんしか勝たん。久しぶりに配信見れてよきさんです。ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。ということで、また夜できそうだったらします、はい、見てくれてありがとうございました。またねー。